こんにちは、横山大観記念館の横山でございます。大観から数えまして私で4代目になります。本日は、大観の朦朧体について、そしてその時代の作品たちについて前後関係をお話ししてみたいと思います。横山大観は明治元年生まれ、そして昭和33年、満89歳まで生きましたけれども、その多くをここ画室でございますけれども、ここの画室で筆を取っておりました。明治の時代はですね、東京美術学校を出まして、明治30年ぐらいからですかね、先が、いわゆる、朦朧体の時代という、時代でございまして、大観は、朦朧体という無線画法というものを用いまして、新たな日本画の表現を求めていった時代にあたります。日本ではですね、明治30年代と申しますと、やはり舶来物の文化がどんどん旺盛に入ってまいりまして、実は日本の中では、日本画っていうのが廃れてくる時代でございまして、逆に黒田清輝等々の洋画の輸入の時代を迎えておりました。その中でですね、大観は朦朧体という、技法を持って日本画の革新に臨んだということでございます。朦朧体っていうのを提唱した人っていうのはですね、美術の評論家の方でございました。朦朧体って言った人はですね、実は大観の同級生だったんです。で、大村という同級生が、美術の評論家になりまして、その方がやっぱり岡倉天心とあまり仲が良くなかった、頭をコツンとされたなんていう話も残っておりますけれども、学生時代にですね、大観が美術学校に在学してたのは明治22年から26年の間でございます。その間にですね、大観は、岡倉天心の教えに従って、空気を描こうとするにはどうすればいいかというような形の問いに対して、大観たちは、それぞれの、テーマを持って絵を描き進めてまいりました。例えば寒天ですとか、寒空ですね、寒さを表すにはどうすればいいかといったところを共通の課題に持ちまして、その時代はですね、谷中の八軒家というところ、谷中のうぐいす谷に近いところですね、のところにございまして、家族ともども住みまして、そこのところで、寒天、寒さを表現するにはどうすればいいかということに対して自分で工夫をして書いて、それを岡倉天心先生が持ってって皆さんでこう議論をして、でまた次の画について話し合って、それについての表現を磨いて、それを討論していくといった形の研究生、表現の研究生としての時代が、朦朧体の時代といったことでございます。その考え方の、で大観たちは精進をしていったんですけれども、やっぱり時代がですね、舶来物の時代といったところで、朦朧体という半分こう揶揄されたような言い方にありまして、あんまり日本の中ではその時代は評価をされなかったといった時代になっています。ただしその後がですね、やっぱりその研究の成果っていうのは、その後明治40年以降の作品に対しては幅を持たせるということになります。後年の作品でもですね、この朦朧体というね、木線画法の 筆を使ったところがですね、作品のところどころに見受けられます。大観の作品ですと、特にですね、海の波ですとか、波の表現というのはかなり多彩でございまして、多彩な波の表現とか、梅の木の輪郭ですとか、文様ですとか、木相ですとか、そこここに、朦朧体の時の木線画法というものが用いられてございまして、それも作品の陰影をつけるポイントになっているのかなと、作品としてはそういう楽しみ方ができるのかなという、全体で今をしますと、やっぱり富士山が一番有名でございますけれども、
富士山の作品の稜線の部分ですとか、あとはその前に描かれた松の絵ですとか、陰影を特に強調したいところのワンポイントとして、モゴロウ体の技法を使っているところがここございます。ここがまあ大観が描いた画室でございまして、だいたいここは画室としてずっと有用だったんですけれども、目の前には庭が広がってあります。庭の木々の一つ一つ、あるいは木造ですとかというところに対してデザイン性を感じて、そこから作品に昇華させていくといったところがここの場から行われたということになります。大観はですね、明治35年以降、ヨーロッパ、アメリカ、そしてインド等々海外にかなり遠征をしております。展覧会もですね、ニューヨークでやったり、ボストンでやったり、ロンドンでやったり、パリでやったりと、作品の展示会、展示即売会みたいなことを、春草と2人で、男2人で、海外で展覧会をして売るっていうのはかなりの心臓の持ち主だったなというふうに思いますけれども、その時代にはですね、やっぱり、年代と言いますと、やっぱり、特にフランスでは、印象派の時代という形になります。ただ印象派のところを、この日本画と比べますと、やっぱり色相というところですね。日本画の色相っていうのは、赤外線から紫外線までの範囲と、そして白から黒までの範囲、色の範囲がございますけれども、色相の範囲っていうのは、日本画っていうのはすごく小さくてですね、岩絵の具ですとこのぐらいの範囲しかないわけですね、イメージで。ただ洋画の方はですね、洋画の絵の具の方はここよりももうちょっと大きいのが洋画の特徴でございます。で、絵の具の違いというのがこれかなりございまして、大観はその色の表現の幅の色相の絵の具の違いというのはかなり意識していたというところでございます。なんで、ヨーロッパ行った時もですね、かなり作品どこに行ったかはまでは、男2人がどこ行ったかっていうのは分かっていないんですけれども、かなりの美術館等々は作品を見歩いたと思います。その中で買ってきたものは、それはですね、やっぱり絵の具は買ってきました。実は洋画の絵の具っていうのは、日本画基本が岩絵の具ですけれども、ヨーロッパではやっぱり合成の絵の具がやっぱり進んでましたので、そういう絵の具をいっぱい買ってきまして、で、明治40年以降ぐらいの作品になりますと、日本画の中に洋画の絵の具をちょっと使ったようなものというのがだんだん増えてまいります。大観もやっぱり明治40年以降ぐらいになって、だいぶ知名度が上がり、絵が売れてきたという時代になるんですけれども、日本画の欠点ですね、その時だったら多分欠点ということになるんだと思いますけれども、日本画の色相の、層の狭さっていうところに対して、大観たちの、ヨーロッパの見聞が現れているといったのは、やはりその色彩の対する、洋画の 色をですね、少しずつ、日本画に取り入れていったといったところに特徴があるのかなというふうに思います。それがですね、大正時代になりますと、もっとこう、いわゆるこう印象派に近いような作風のこともございます。富士山もですね、ぼんやりした富士山みたいなものもどんどん大正時代には描いてまいりましたし、写実的なものっていうのがどん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 されていった時代をその後迎えるということになります。こちらにあります、あやめですね、あやめの作品というのは、明治34年頃の作品、西暦に見直せ1901年になりますかになります。こちらを見ますとですね、あやめの花っていうのと菖蒲の花っていうのは非常に似てるんですが、あやめというのはですね、花芯の部分に編み目がございまして、編みあやめのあるのがあやめ科のあやめ、そして菖蒲の方はですね、花は似てるんですが、菖蒲の方はですね、実は里芋科といったところで違いがございます。当館の彫刻堂の前にもですね、ずっと菖蒲は植わっておりまして、庭にある花等々を取材して作品にしたものも多々ございます。こちらの絵を見ますとですね、実はあやめっていうのはですね、高さが
50センチ程度の小さい、そんなに大きいお花ではございません。そしてですね、大きな絵を見ますとですね、あやめの作品の花がですね、顔ほどに大きく描いてございます。かなりあやめをですね、誇張して大きく描いてある。しかし、花自体は淡く描いてあるといった特徴がございます。それに比べてですね、女性像の着物の柄ですねの方は、かなりこう筆を変えまして、線をきっちりと描くといったところで、その対比を楽しんでもらおうというような形で表現力を磨いていったという形でございます。この作品は、別名水鏡と言われているところなんですけど、水辺のところの下の部分ですね、人の影がスーッとこう水鏡に映っているといったところの、この辺の色合いですね。基本的には、日本画っていうのは色を混ぜ合わせることができないものですね。なので手で吐きながらですね、色を入れながら うまくグラデーションを入れていくといったところが朦朧派といったところです。逆にこういうものが前面にあると朦朧としてっていうのはあまりいい形ではないんですけれども、あまりぼんやりとしてポイントのない絵になってしまうといったところで、まあ、その時代はですね、洋画がどんどん出てきて、明るい初めて見るような色がどんどん入ってきた時代なので、こういう作品の作風は、朦朧としてあんまり好ましくないというふうに評価された時代があったということです。アメリカではですね、フランスから、印象派の絵をどんどん輸入しようとか、あるいは、日本のこういう作品っていうのは売れんじゃないか、ね、なんかこう印象派で近いものがあるんじゃないかということで、これは岡倉天心の勧め作戦戦略でもあったんですけれども、アメリカだったら認められる可能性があるぞといったところで、岡倉天心は隊官たちを連れてアメリカに行くといった形の時代を経ております。逆にそれがですね、当たりましてですね、かなり、高い作品からどんどん朦朧体の作品自体が高い作品からアメリカでは売れていったというような実績がございます。なんでこの辺の、やっぱりアメリカの市場というのは、その時代やっぱり文化に枯渇している、アメリカの主に東海岸側ですけれどもにはございまして、それに対してはかなりの、訴求力を持って、あったといったところでございます。でアメリカで売れたもんですから、それの資金を元手に、大観と春草2人は、さらにイギリスに行き、パリに行き展覧会をして、絵の具、新しい絵の具文化を吸収して日本に帰ってきて、次の時代の作品のステップアップに使っていったということにございます。あやめには西洋の手法の影響が見られますが、逆に印象派の画家の場合は当時のジャポニズムの影響を受けています。国際交流をしているジヴェルニー印象派美術館の方々も、印象派への浮世絵の影響は強く、日本の影響なしに語れないケースが多々あるということをお話しされていました。大観は西洋、モネたち印象派は日本の浮世絵という日仏相互の影響関係がありました。そうした背景を踏まえ、10月にフランスで行われたジヴェルニー印象派美術館の国際交流の中から、あやめの表現とモネの作品に関するコメントをご覧ください。Il n'y a pas de chiens, pas de portraits, il y a beaucoup d'estampes avec des visages. Dans la maison de Monet, il y a beaucoup d'estampes, il y a des paysages, mais il y a beaucoup d'estampes avec des visages. Et Monet, il enlèverait la lettre de visage et il n'y a que les iris. Ce serait intéressant de,
technologiquement, en fait, de faire disparaître la figure, de faire disparaître, de faire rehausser les fleurs derrière, c'est un paysage très impressionniste.